上方護衛艦の収益が急速全開で進められている中、ついに2023年3月に4番艦の三隈が収益することになった。三菱重工業中崎造船所の建造能力もものすごいが、何よりも、上方の性能が異次元という極秘情報を入手したので、今回は詳しく説明していく。昨年5月に、ウクライナ軍のミサイル攻撃によって、ロシア海軍のアドミラル艦が沈没したが、あれより、スーダンも性能が高く、少人数化されたことが、世界でも驚愕された。もちろん、中国の055型とは、比べ物にならないよ。世界では、ウクライナ戦争の1周年を迎えて騒がれているが、日本では、昨年末に閣議決定された安保関連3文書の内容に基づいた防衛力の強化が、各分野で具体的に進められており、従来と異なり、反撃能力を有する装備の拡充に注目が寄せられている。その中でも、有事の際に敵の領域内への攻撃が、可能な兵器として、スタンドオフミサイルの重要性が大きく取り上げられており、12式地対艦誘導弾の能力向上タイプや、当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が、大きなウェイトを占める。ここまでの大掛かりな自衛隊装備の方向性の見直しは、近年、稀に見る戦略、戦術の大転換であり、昨年2022年の参議院議員選挙で、与党である自民、公明両党が勝利を収めていなければ、政治的にも困難だったでしょうね。これも、昨年2月に、ウクライナ戦争が生起したことが、日本の防衛政策の転換にとって、追い風になったということもでき、防衛費の増額を打ち出しやすい空気を醸成した感じも否めない。ある意味で、日本の防衛政策という視点からは、激動の変化が起きた2022年だったが、海上自衛隊の新型護衛艦として、今までにない多目的な艦艇である、上方が収益を開始したことも、特筆に値する。海上自衛隊の最新鋭護衛艦である、上方は、2022年3月に、2番艦の、熊野、翌4月に、1番艦で、ネームシップの、上、そして、12月に、3番艦の、能代が収益を果たし、それぞれが、日本領海の守護神の一員に加わった。さらに、2023年は、3月に、4番艦の、三隈、12月に、5番艦の、矢作が収益を迎える計画となっており、昨年分を含めると、合計で、5艦も護衛艦が増加していく。状況となっている。現時点で、三型護衛艦は、トータルで、22隻の建造が見込まれており、1艦を長期間運用することの弊害も指摘されつつも、おおむね収益から数えて、40年間程度が、使用期間として想定されている。三型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という新たな艦種記号を冠されているが、これは比較的小型の軍艦を意味するフリゲートの艦種記号である FF に、機雷戦のマイン及び多用途のマルチパーパスを複合して M を付け加えたということだ。実は近年の海上自衛隊では一定規模以上の艦艇を全て護衛艦という呼称で統一しているため、このフリゲート艦という区分は、アメリカから供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用されていた、クス型護衛艦以来であった。上方護衛艦の性能としては、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが、9.0 メートルの規模を誇り、世界的に見ると、
フリゲート艦としても大柄な部類に入る。年が明けてすぐ2023年1月4日にロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦といわれるアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの1番艦アドミラル・ゴルシコフが極超音速巡航ミサイルのツィルコンを搭載して航行に出たことが報じられた。3月になっても続くウクライナ侵略戦争において、このところ地上戦で大きな戦果を上げることができていないロシア軍は、このアドミラル・ゴルシコフを航行させることで NATO 加盟国に対して恫喝する材料を増やしたようなものだ。ロシアが喧伝するほどにツィルコンが NATO 加盟国に対して効果を発することができるのかは現時点では何とも言えないが、ロシア側曰く、射程距離で 1000km 以上、飛翔速度はマッハ9以上のため、迎撃は困難だと主張している。このツィルコンを実装するアドミラル・ゴルシコフの性能は、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0m、全幅が 16.0m の規模であり、海上自衛隊、が身型護衛艦とかなりの近似値である。ただし、もが身型護衛艦とアドミラル・ゴルシコフの両フリーゲート最大の違いはその主兵装にあり、最大で垂直発射艦 VLS を16セル搭載可能な前者に比して、後者は倍の32セルを装備しているところだ。もが身型護衛艦の特徴として、優位性のある部分としては、水上戦闘艦として重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦である点に尽きる。また、もが、身型護衛艦は、外艦のイメージ通りに、従来艦と比べて、大幅にステルス性を考慮した設計となっており、中国海軍による、南西諸島方面への圧力行為に対抗する上で、多用途性に重きを置いたことが伺える。これまでのところ、もが、身型護衛艦一隻あたりの単価は、500億円弱の建造費であることが公表されているが、海上自衛隊では、さらに安価で小型な艦艇である、哨戒艦も、今後は建造していく、方針を打ち出している。最後の防衛計画の大綱となった2018年分の同文書の中で初めて言及された哨戒艦は、一隻あたりの建造費がおよそ90億円という低額な小型の艦艇であり、海上保安庁の巡視船に近いイメージを持つとわかりやすい。海自の新哨戒艦は基準排水量が1920トン、全長 95.0m、全幅 12.0m ほどの艦体に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたコットラグ方式を採用し、最高速度20ノット、搭載する兵装も30ミリ機関砲程度と考えられている。こうした、哨戒艦や、も、が身型護衛艦の使用を鑑みると、今後、ますます激しさを増すことが予想される南西諸島方面に対して、海上自衛隊は、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが推測できる。その意味においては、マヤ型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショアの代替を担う艦艇として計画が進み、新たに建造されるイージスシステム搭載艦らと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針だと解釈してもいいでしょうね。ちなみに、も、が身型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された、阿武隈型護衛艦、艦首記号 DE の後継艦にあたり、同艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、
全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの規模であったことを忘れてはいけない。阿武隈型護衛艦は、1番艦の阿武隈が、1989年、最終6番艦の利根は、1993年に就役をしているが、後者であっても、慣例は、今年で30年を迎えることから、近い将来での退役が見込まれる。阿武隈型護衛艦の前級であり、1983年と1984年に2隻のみが建造された夕張型は、2010年に退役を迎えており、海上自衛隊としても管理、運用する艦艇の新陳代謝が必要な防衛力との兼ね合いの上で進めていくことが急務となっている。阿武隈型護衛艦の乗組員の定数は約120名。もが、身型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名での運用が可能なほどに、消費化が図られている。それでも、日本の少子高齢化の流れを止めることはできず、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても、必要数を充足させることは難しく、防衛費の増額は図れたものの、課題は尽きないのが現状だ。陸上自衛隊や航空自衛隊と比較しても、海上自衛隊で艦艇勤務になると、スマートフォンがほとんど使用できない環境下に置かれるため、こうした勤務への希望者が圧倒的に少なくなることへの打開策を考えるしかありませんね。